鹿児島のサッカーを盛り上げたい。キックオフ鹿児島。この番組はアマチュアからプロまでサッカーを頑張る皆さんに注目し、サッカーが好きな人はより好きに、サッカーのことを知りたい人にはより興味を持ってもらえるような、鹿児島のサッカーに関する情報を何でもお伝えする番組です。こんにちは、キックオフ鹿児島です。さて、 FIFA ワールドカップ2022が開幕し、連日熱い戦いが繰り広げられていますね。私も寝不足の日々が続いているんですが、鹿児島でもかなり盛り上がりを見せています。日本の初戦であるドイツ戦の日、鹿児島市の商業施設でパブリックビューイングが開かれました。1対1で迎えた後半38分、浅野選手が劇的な逆転ゴールを決めると、歴史的勝利を挙げた日本、鹿児島も歓喜に包まれました。世界トップレベルのプレーが見られるワールドカップ、これからも熱戦に期待しましょう。さて、続いても熱い話題です。大学サッカーの頂点を決めるインカレ出場を目指す鹿屋体育大学に注目しました。毎年12月に行われる大学サッカーの日本一を決める全日本大学サッカー選手権、通称インカレ。夏から秋にかけて行われる各地方のリーグ戦を勝ち抜いた24チームにより争われますが、九州から出場できるのは3チームのみです。これまでに40人以上の J リーガーを輩出してきた鹿屋市の鹿屋体育大学、そのインカレに12大会連続で出場している鹿児島が誇る名門です。ボールを大事にしながらゴール目指すってところで、後輩先輩関係なく言い合えるような雰囲気を持っていると思います。この日、リーグ暫定2位の鹿屋体大はホームで1位の福岡大学と対戦しました。勝って出場権のリーグ3位内を確実にし、インカレへ弾みをつけられるか、大事な一戦です。青いユニフォーム鹿屋体大は前半13分、首位を独走する福岡大の勢いに飲まれ、序盤に失点してしまいます。それでも追いかける前半27分でした。鹿児島ユナイテッド FC 内定の山口から相手の背後へのパスが通ります。ここは枠を捉えられず、一旦下げますが、立て直して再び吉田。福岡大の守備をこじ開け追いつきます。シュート前の、背後取る動きっていうのは、常に狙っている動きなので、そこをうまく取れたのが良かったなっていうのと、あとは思い切ってシュートを打ってたので、それがゴールに結びついて良かったと思います。しかし、折り返した後半開始直後、再びリードを許してしまいます。後半は福岡大の堅い守備を前に無得点に終わった鹿屋体大、インカレに向けて課題の残る一戦となりました。インカレっていうのは自分の中でも思い入れのある大会なので、やっぱ自分としても最後の大会なので、そこに向けて個人としての調子を上げていかないといけないですし、チームとしてももっと完成度を上げて頑張っていきたいと思います。残り2試合で終わるのか、全国に行ってもっとこのチームで試合できるのか関わってくるので、絶対に勝ち切ってインカレへ出場したいと思います。福岡大学戦で敗れはしましたが、その後は順調に勝ち点を重ねた鹿屋体大、九州2位でインカレ出場を決めました。リーグ戦で悔しい思いもしましたが、ひとまず13大会連続出場おめでとうございます。先日インカレの組み合わせも決まり、初戦は12月8日に東海地区第一代表の静岡産業大学と対戦します。4年生にとっては最後の大会です。日本一を目指して頑張ってほしいですね。
さあ続いては鹿児島ユナイテッド FC の話題です。こんにちは。ここからは鹿児島ユナイテッド FC についてお伝えします。先日明治安田生命 J3 リーグが終了し、ユナイテッドはリーグ3位でした。惜しくも昇格を逃してしまいましたが、この悔しさを来シーズンにぶつけてほしいですね。さてそんな中、 J3 リーグでシーズンを通して目立った活躍をした選手を表彰する J3 アウォーズが今年初めて開催されました。MVP や最優秀ゴールなど各賞が発表される中、鹿児島ユナイテッド FC からは各チームの監督や選手の投票によるベストイレブンにディフェンダーの広瀬健太選手とフォワードの有田光輝選手が選ばれました。有田選手は今シーズン全ての試合に出場しリーグ3位の15ゴール、9月の蒲田マーレさぬき戦では自身初のハットトリックを達成するなど大活躍でした。そして広瀬選手は今シーズン30試合に出場、体を張った献身的な守備でチームのピンチを何度も救いました。その他3ゴール、またキャプテンとしてもチームを支えました。チームとしての目標としていたところには届かなかったんですけど、今年1年かけて、シーズン通して、自分のプレーというかそういうのを評価してもらえて本当に嬉しく思ってます。まず僕が選ばれると思ってなかったので正直びっくりしてます。でもこのような賞を取れたのは監督、コーチ、チームメイト皆様のおかげだと思ってます。有田選手は明るい性格でいつも試合に出ていない時でも会場を盛り上げてくれますし、広瀬選手は熱い気持ちのこもったプレーで私たちを沸かせてくれました。ベストイレブンにふさわしい2人だと思います。さて、そんな中来季に向けた動きも入ってきています。大竹直人監督、来シーズンの続投が決まりました。大竹監督は静岡県出身の54歳、現役時代は横浜フリューゲルスや京都などでプレーし、攻撃的なディフェンダーとして活躍しました。自身のスタイルのように攻撃的なサッカーで監督1年目の成績はリーグ3位。ユナイテッドはそんな大竹監督に2023シーズンもチームの舵取りを託しました。サポーターとクラブがもう一度こうチャンスをくれたということに関して気を引き締める思いと、やっぱりその覚悟を持ってやっぱりやらなきゃいけないなつくづく思いますし、で躍動感あるようなサッカーにしていきたいと思いますし、そこに対して本当にみんなと一緒にね、矢印が一緒に向けれるように頑張っていきたいと思います。チームで代々作り上げてきた攻撃的な、そして見る人を魅了する鹿児島のサッカー、来シーズンも続けてほしいと思います。そんなユナイテッド、このほどシーズン終了しましたが、先日コロナ禍以降で初めてトレーニングの様子を一般公開し、サポーターを招待しました。今日は短い時間ですけど楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。11月25日と26日の2日間、鹿児島市喜入町のクラブのトレーニング施設には大勢のファン・サポーターがやってきました。特に土曜日は雨の降る中、およそ600人が来場。選手たちのミニゲームなど練習の様子を見学しました。そして練習後には、いきます、はい、チーズ、甘です。選手たちがサインや写真撮影などに応じました。こちらもコロナ禍のここ数年はできていなかっただけに選手たちも嬉しそう。間近で触れ合える貴重な機会にファン・サポーターは目当ての選手の前に列を作って交流を楽しみました。 J2 に上がれなかったのは残念なんですけど、すごいなんかチームの雰囲気が良くて大好きなチームでした。でも来年からもずっと応援したいと思います。推しは誰ですか？岡本選手です。身長高くてちょっと怖いからみたいな最初思うんですけど、あざとくて可愛いです。もう絶対日本一の美容師になります。いろいろな選手と触れ合えて とても良かったです。全ての試合で得点するところが見たいです。
これだけの多くのサポーターが来てくれて、やっぱり愛されているクラブだなと思いますし、本当今日は皆様からのパワーをいただいたので、このパワーを来年に、はい、出していきたいと思います。来週からは鹿児島ユナイテッド FC の応援リーダー田上豊さんをお招きして、今シーズンを振り返る連載企画をお伝えします。それではキックオフ鹿児島、また来週です。この番組では県内各地でサッカーを頑張る皆さんの動画を募集しています。チームの練習、紹介動画、サッカーボールを使った特技など何でも OK です。動画は番組公式ツイッターまたは KKB みんながカメラマンで送ってください。皆さんの投稿をお待ちしています。